芋沢は仙台市青葉区の地域。広瀬川、芋沢川流域の農村地帯であったが、仙台市の発展とともに、東部で住宅地が増生し、人口が増加した。権限森芋沢は、宮城県中部を流れる広瀬川北岸、芋沢川の流域に広がる。愛子盆地の北部にあたり、南を広瀬川で区切られ、三方を低い山で囲まれる。 三四段の貸し段級が発達している。広瀬川は東に流れて仙台に通じるが、東京では権ン森が貸しに迫り、かつては川沿いに隣の里六に行くことが難しかった。仙台へは権ン森の山六を通り、国見峠を越える山道があり、国見峠が東京だった。権ン森から国見峠までが吉成で、芋沢の一部だったが、地形的には、 芋沢が流一区から外れている。北は七北田川の支流か山川で区切られ、そのまた支流の塩沢川が流れた。住所表記は、大技が芋沢で、芋沢長坂など大技と小技を組み合わせる。住宅団地のところは芋沢を省いて、宮城台一丁目など丁目を用いる。宮城台、赤坂、高野原向かががその例である。吉成は、吉成、 吉成大、中山大、中山吉成、国見が丘、南吉成で構成され、芋沢を監査ない。20世紀前半までの芋沢は、広い範囲に集落が散在する田園であった。20世紀後半に、仙台の郊外として、住宅地が形成された。宮城ニュータウン、赤坂ニュータウン、ガーデンタウン高野源、向田住宅団地といった住宅団地で、 主に仙台への通勤者が住む。人口ではこれら住宅地の住民が多いのだが、面積の上では田畑と山林からなる農村景観が支配的である。その一方、吉成はほぼ全域が住宅団地として造成され、仙台市外に吸収された格好で、高地がない。現代では芋沢と行政上をまとめられることもなく、別地域と理解した方が良い。 戦国時代には国武士の支配下にあり、高六城に高六在門、馬場城に馬場筑前の一門の寺部、大輔、本郷の時計館に花咲影湯がいたという。江戸時代には仙台藩の国武里に属した。1889年の町村政志向の際に芋沢村は大倉村と合併して大沢村になった。町役場は芋沢に置かれた。 1913年から西部の口で大倉川から水を引いて仙台市に水と電気を供給する工事が始まった。1919年8月に大堀発電所が広瀬川北岸に完成し、1923年3月に中原浄水所が竣工した。1945年から1948年までに廃線による海外からの引き上げ者を中心に、 約150個が芋沢地区の西部に入って開拓を進めた。1950年代からは中規模の工場が進出してきた。大沢村は1955年に合併して宮城村となり、宮城町は1987年に仙台市に合併した。仙台市が政令指定都市になって区を設けたとき、芋沢地区は青バックに入れられた。 1960年代以降の芋沢では、東部で人口が増加し、西部で人口が減少した。人口増加の原因は、仙台への通勤者のために作られた住宅団地である。特に吉成地区は、権限森のふもとまで住宅地に変貌し、1965年に293人だった。人口が20年で約4500人になった。宮城町は吉成を、 芋沢から切り離して、南の佐六地区と合わせて把握し、仙台市もそれを踏襲した。出典は中央参照。芋沢の人口が20世紀後半に急増したことは、下の表に見る通りである。1995年の芋沢地区の人口は1万1767人、吉成地区の人口は1万1999人。 2000年の芋沢地区は3236世帯11883人。吉成地区は4690世帯14360人であった。出店は中央参照。農業としては水田と畑作、落農がある。芋沢は林が多く比較的仙台に近かったため、江戸時代から20世紀初めまで山林から採取した新炭を送り出した。 明治時代初めの広告地事によれば、年に滝木2万1600だ、炭500だを算した。芋沢では石炭の供給が滞った、戦時中から戦後にかけて各地でアタンが採掘されたが、九百六十年代後半までにどれも閉山した。鎌沢鉱山は九百四十年頃に発見された鉱山で地炭を算出した。停止と創業を繰り返し、 現在は閉山している。古くは主工業として放棄の製造があったが20世紀後半に廃れた。1950年代半ばから中規模の工場が進出して21世紀初めの現在まで点在する。地区の南東端の大竹で1956年に三徳化学工業が工業用の過酸化水素水の製造を始めた。1964年には 白松が、モナカが、大竹原に工場を作って始め、主に寒天を作り、1985年に設備を一新して、この赤坂工場を、同社の主力工場にした。副総商事宮城工場は、1967年から赤坂で衣服を製造する。羽賀工は、権ン森の南西の麓にある工場で花火を製造する。広瀬川の北岸に、ナルゴ温泉があり、 カジカソウという旅館が立つ。それより、西の川沿いには、広瀬川温泉があって、ホテル奥仙台が営業していたが、世紀の変わり目頃に廃業した。江戸時代から現代まで、芋沢にとっては南東にある仙台との交通が、重要となる。道は二つあり、一つは、権ン森の北を通って、吉成に行き、国見峠を経て、仙台に通じる道、もう一つは、広瀬川沿いに、 権ン森の南の急斜面をしのいで、五六に行き、仙台に通じる道である。前者は今は、指導となり、重要性を失っているが、かつて運送には、主にこちらが使われ、大倉、芋沢両村から仙台に人馬が往来した。この道は、権ン森の西で、芋沢川沿いに通る道に突き当たる。これが、芋沢街道で、 村の北で、隣の大倉村に通じる参道になった。大倉村から芋沢経由で、仙台に新炭を運ぶ時には、この参道を使うのが普通であった。校舎は、今の宮城県道55号定義仙台線で、定義道、定義街道などという。この道もまた、大倉村に通じる。村境に難所があったが、明治時代にトンネルが掘られて整備されてからは、交通量が増え、 定義如来に向かう人の多くはこの道を通った。広瀬川に大沢橋が架けられて、国道457号が通じると、大沢橋を渡って、国道48号に出てから仙台に向かうことが、普通になった。国道457号も、県道55号も、芋沢に入って、すぐのところ、地区の南東端で交わる。国道五十七号は、南東から入って、 北に向かい、途中まで昔の芋沢街道とほぼ同じ道筋を取るが、その後北東にカーブして、泉区方面へ抜ける。県道55号は、赤坂川沿いに西に向かい、トンネルではなく、新天武郷で大倉川を渡る。この2つが、現代の芋沢にとっての幹線道と言える。一方、1970年代以降の吉成地区の発展にとっては、 新しく作られた宮城県道37号、仙台北環状線が重要だった。北環状線は南に向かっては、新生瀬橋を渡って、国道48号経由で仙台に通じ、北では泉区の中心部に通じる。東北自動車道は北環状線と並走して、吉成の西を隠する。芋沢や吉成にはインターチェンジがなく、最寄りは、 広瀬川を越えた先にある仙台宮城インターチェンジである。新生の中学校として、芋沢には1947年に大沢村立で大沢中学校が開校した。後に、吉成の開発が進むと、1980年に吉成中学校、1992年に南吉成中学校が新設された。臨在院部在天堂1774年の、 安永風土木書き出しは、臨在院、長泉寺、常年寺、消防寺、特元寺の5つの寺と、寿命院という主原院を記す。長泉寺は、総当州で、寛永8年の解散と伝えられ、芋沢川中流域下辺殿にあるその末寺として、寛永18年に開かれたのが常年寺で、上流域の中江にあった。 長泉寺は1882年に火災にあって、本堂を失った。その後1887年頃に、常年寺が福島県相馬郡に伊建村に移り、建物を長泉寺に移築した。消防寺も相当州で、元那年間に開かれた。長泉寺から見ると、芋沢川を隔てた向かいの高寺にある。葛牛寺は芋沢から吉成へ抜ける。 山道の途中にある。徳言寺は浄土新州で、解散の年は不明。江戸時代に風土木書き出しを提出した時の住職は、第四世のひまゆきが書いた文書に、漢文8年8月25日の日付が残っているから、それより前だろうとした。臨在院は大爆州の寺院で、伊達津名村の援助によって、元禄十四年に仙台の覚悟老邸に解散した。 聖徳五年に、伊達吉村がいも、沢村の吉成に移した。明治になって、仙台藩からの保護がなくなると勢いを失い、1887年頃までに、道具を失い、やがて廃寺になった。跡地は公園になり、境内にあった、別財天堂だけが残る。寿命院は、本山派の修玄院で、天文五年に開かれたという、宇なね神社の別棟であったが、 明治時代の神仏分離によって廃止された。安永風土器は以上の寺院のほかに、仏津堂として、口に実月堂、上野原に大志堂、神殿に聖観音堂、山田に千樹観音堂があったと伝える。1980年代の調べでは、他に子育て千樹観音堂が上川前に、十一面観音堂が上平殿に、不動堂が不動堂にあった。 ジア・キラインは、新言宗の寺である。元は、仙台市で包町にあり、芋沢に移転した。仏国寺は、1989年創建の、単立の寺である。国籍、民族などに関わりなく受け入れる。2001年の愛子内親王誕生を祝って、愛子大仏を作り、その下に霊廟を設けて、共同の永体墓地とした。 芋沢の南にある地名の愛子とかけたものである。芋沢の中部には中世から続く神社として、うなねじめ神社がある。室町時代まで遡り、里六村から芋沢に移転した神社である。江戸時代の別当時は寿命院であった。安永風土木書き出しには、うなねじめ大民神社の地に熊野権限社があったとしており、これは今も、うなねじめ神社の中にある。 明治時代に損社になった。風土ド書き出しに挙げられた神社は、下手に、剣刀権限者、大堀に、天神社、本郷に、熊野権限者、大正草に、雷神、花坂に、うなねじめ明神社と羽黒権限者、川の沢に、あたご社と熊野権限者、中井に妻の神と、稲荷社、大和田に、高神社、道口の、同じ場所に、稲荷社、山の神社、 水神社の計16社である。他に、口に実月堂が仏津堂として記されるが、これは後の実月神社である。明治初年には20社があるとされた。明治20年代の宮城県神社名祭町には、うなねじめ神社の他に、大正草の雷神社、口の実月神社、上辺殿のあたご神社、高寺のやさか神社、 大堀の天神社が無格社として記されている。1910年7月23日に、これらは皆うなねじめ神社に合祀されて廃止された。内務省の神社合祀政策によるもので、公的にはこの時、モサワの神社は、うなねじめ神社だけとされた。しかし地元の人が祭祀を辞めたわけではなく、現代まで続いているものが多い。明治時代に廃寺になった、臨在院の境内には、今もある、 ベザイ天道の他に、五社明神社、暴走神社などが祀られていたと伝えられる。大和神宮は、1964年に、芋沢川上流域のスス坂に作られた。後に、大国神社と改称した。山野草公園を設ける。ありがとうございます。